はい、令和元年9月9日、片野市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊すというわけでですね、絶賛まだまだ片野市では、信時和則が立候補して選挙戦真っ最中でございます。まあちょっとね、あの会社員として立候補してるっていう、会社員じゃない、なんだろう、まあなんかちょっとね、仕事ちょっと他にもありつつ立候補してるので、はい、ちょっと朝から晩まで毎日毎日、やるってわけにはいかないんですけれども、何しかね、ちょっとずつ、露出をしながら活動はしているので、皆さん、拡散のほどよろしくお願いします。はい、でまあ、今日ね、タイトルの通りですね、ちょっと、メンタリスト大吾さん大丈夫ですか。はい、まあ、ちょっとね、この間の立花党首が仲いいそうなので、あんまり、物言うと良くないとは思うんですが、はい、この間別にディスってるわけじゃないですよ。ただ事実としてちょっとこういう状況ですよっていうのをね、発言してるだけなんですが、先日ね、涙ながらに、大吾さんがこう、NHK が京アニの被害者の実名報道をするのはどういうことだと、なんだとふざけるなって、毎日新聞さんね、どういうことだみたいな、結局民放、他のところも結局実名報道してますが、はい、でまあ、僕はそれに対して、いや別に実名報道の何がそんなダメなんですかっていう話で、お話しさせていただいたところでございます。まあ、僕の、ね、感覚というか意見というかっていう感じで、だからまあ今日ね、このニュース、今石型ですよ。はい、これびっくりしました。ちょっと読みますね。共同通信さんです。はい、9月5日1時33分、ちょっと2時間ばかり前ですね。はい、京アニ、新作映画に全犠牲者名ね、全員の生きた証、負傷者も載せるということですね。亡くなった方だけではなくて、京都市伏見区のアニメ制作会社京都アニメーション第一スタジオの放火殺人事件で、6日公開、6日を、6日公開の新作映画バイオレット・エヴァーガーデン外伝、延々と自動手記人形のエンドクレジットに、制作に関わったスタッフとして全ての犠牲者と負傷者の名前が含まれていることが5日同社側への取材で分かったと。おお。で、京アニの代理人弁護士によると、作品は事件前日の7月17日に完成、通常エンドクレジットに名前が出るのは1年以上の経験があるスタッフだが、今回は全員が対象と。で、犠牲者と負傷者の全員が含まれ、京アニは制作に参加した全員の生きた証、末永くお楽しみいただけたら幸いとしているっていうね。もう大吾さんね、困っちゃったね。NHK と毎日が新聞が、実名報道してって泣きながらなんかおっしゃってましたけれども、どうしますか、京アニさんが、明日公開の映画のエンドクレジットに、被害者の方の名前を特別に全員載せるそうです。抗議しますかね。だから、この間もちょっと僕言いましたけど、日本人の持つこの死生観ってものがあるんですよね。だから、死っていうものに対する感覚っていうものはやっぱりね、こういうことって日本の文化であるとか歴史であるとか伝統っていうものがやっぱちょっと深く理解できてないと、こういう人たちとの間でちょっと共感はできないんだろうなっていう感じがしますね。だから京アニさん自身が、被害者の名前を全部、しかも映画のエンドクレジットに載せるってことは一時の報道じゃ済まないわけで、ほぼまあ半というか、半永久的に残るわけですよ。はい、っていうか残すわけですよ。はい、だからやっぱ亡くなった方々のその死者への尊厳というかですね、まあ日本的に言うと骨を拾うとか、石碑でも、まあ滋賀に僕が選挙活動してた時に神社行って中根碑とか、ちょっとね、YouTube アップロードしてますけれども、やっぱ一人一人の名前が書かれてるわけですね、死者の。はい、だからやっぱ靖国もそうですけど、亡くなった方々への功労者への、追悼の意という思いを込めて、やっぱ名を刻む、まあ、歴史に名を刻むなんていう言葉もありますけど、石に刻むっていう行為もあれですし、で、まあ、京アニさんの場合はね、まあ、僕も音楽屋なので、よくこういうことは指導してますけれども、やっぱりこの業界で、出版関係の業界でいうと、
制作に携わった時に作品名にクレジットが残るか残らないかがこの一点なんですよね。やっぱクレジットに残るってことは一般の人にとっては別に関係ないですけど、やっぱ業界的にはクレジットに名前があるか、ここがもうやっぱり自分が仕事をした証なんですよ。だやっぱクレジットに残る仕事をするっていうことが非常に名誉あるというか必要なことなんです。だからまあここ見ても分かる通り、本来なら京都アニメーションぐらいの、ね、会社になるとちょっとしたアルバイトやちょっとした臨時採用じゃとてもクレジットには載せてない様子ですね。1年以上の経験のあるスタッフが、まあ、最低でも条件としてあるようで、この人たちがクレジットに載る資格があるけれども、今回はまあね、まあ殉職じゃないですけどね、こう会社のちょっと思わぬ不良の事件の被害に遭ったっていうことで、しかも一生懸命仕事場でね起こった悲劇なので、その亡くなった犠牲者とまたね負傷者まで含まれております。はい、負傷者まで含めたら大悟さん的に言ったら、なんだ負傷者まで実名公開するのかとこうなんか言いたくなるんでしょうけど、しますよ。はい、これまともな感覚です。日本人としてまともな感覚だから、なんかやっぱねちょっと常識からずれた感覚っていうあらぬ方向にすごく導かれると僕すごく困るので、あえて意見してるんですけど、どっちが正しいか分かりますよね。だから問題は実名報道が悪いんじゃなくて、根本的にはそのなんか過度な取材に行く記者が悪いんでしょって、過度な取材に行くマスコミが悪いんであって、実名報道自体はやっぱりこの間の YouTube で言いましたけど、僕らだったら知りたいし、関係なければいいですけど、関係者あれだけいるとたくさんいると思うので、いろんな関係者の方にやっぱ不法として伝えなきゃいけない、それ、まあ、まあマスメディアからしたらある意味義務でもあるでしょうしね。はい、まあ当然のことをしたのに、なんか、まあ、NHK が叩きたくてなんかちょっとそっちの話に無理やり持ってったんかどうか分かんないですけど、こういうことですね。僕の言ってることと、彼の言ってることとどっちが正しいのかということはね、やっぱりアニメ制作の現場からしても、ね、ここにはっきり書いてありますけど、生きた証ですよ。制作に参加した、はい、生きた証を周りの人が残してあげる、当たり前ですよ。戦友仲間ですからね、作品作るために命がけで仕事をしたっていう。だからもう本当ね、一人ぼっちでポツンとどっか南の島でのんびり猫と暮らしてるみたいな人だと、多分こういう感覚わからないんだと思うんですよね。仲間がやられたとか、こうなんだろうな、戦友とか、一つの仕事をみんなでプロジェクトでわーっとやって100人200人300人って大勢の人たちで一つの仕事を成し遂げるって、もう全然次元の違う話で、もう俺は俺の感覚で日本がやばくなったら日本捨てて海外行ってのんびり暮らすんだっていう、そういうちょっとね風来坊的な生き方してる人たちと、やっぱりこう日本人っていうこうね、地に根を張って生きてる人っていうのは全然感覚が違うのでね、やっぱなんだろうな、あんまり常識から逸脱した方向に引っ張られるとちょっと困るなと思うのでね、こういうことです。はい、なのでね、選挙もそうですけど、政治活動もそうですけど、一人じゃ何もできない、やっぱり数は力であるね、やっぱり政治もみんなでわっとやるからパワーが生まれるわけで、一人ぼっちで生きてこうっていう人は非常に危険なのでね、人間は群れて暮らすというふうにプログラムされてるので、一人では生きられない動物なんです。もう根本的にそうなんです。だからまあ群れてうわーっとこうね、みんながそれぞれの役割分担をして、みんなで一つのこう集合体として生きていくっていうのがあるべき姿で、一人でそこからいや俺は俺だからなんて言ってポツンと離れていったら、まあ、どうなのかっていうのはね、自然界の動物で群れてる世界が群れから離れてったらどういう運命をたどるかっていうのを見ていただければわかると思いますが、はい、群れてください。安心して、むしろ群れるべきです。はい、群れる場所、居場所を探してください。これから本当大変な時代になるのでね、やっぱり助け合って支え合って生きていくのが人間の姿だと思います。死者に対するそういう感覚もね、きちんと日本人的なまともな感覚を持っていってくださいということで、なんかね、そういう状況で今日さっきこのニュース飛び込んできて、やっぱり死者に対する感覚ってものもすごく重要なポイントだと思うので、ね、象でも
仲間が亡くなったらこう埋めるだかなんだかでこうみんなでなんか葬式じゃないけどねなんかこうやるっていうのも実際目撃されているのでねやっぱ動物でも群れて生活する動物は仲間が亡くなった時にこう弔う気持ちもあるそうですしね、はい、なので我々はみんなで集まって楽しく群れて和気あいあいとして生きていくべきだと思います。はい、それではさようなら。